久保さん、今回現「現実」「うつつ」「現」「表す」とかにしましょうか「目が覚める」「現実、はい」まあ現実になりましたねもう僕も憧れてたんでパソコン1台で自由な生活みたいなまあ、気がつけばまあちょっと年はとりましたけど髪の毛もなくなってきましたけど今自由にやってますよ で一番最初僕がネットビジネス始めたのが教材を買ったのはブログで稼ぐっていう教材なんですけどもまあその時はね挫折しましたよね教材買ってもブログって稼げんのかなみたいな感じで挫折したんですけど今ね2年半挫折してないですね <laughs> 書き続けられてますねだからまあなんかすごくなんか興味深いですね 17年、ね、17年前、ネットビジネスイコールブログで稼ぐみたいな話だったんですよ。まあ今、いろんな SNS とかあるし、いろんなあれがあるんですけど、昔はね、ネットビジネスイコールブログで稼ぐみたいな。もちろん、あの、携帯サイトで稼ぐ。だから携帯サイトとか、携帯サイトにある、その、お小遣いポイントなんちゃらとかね。そう、お小遣いポイントみたいなやつあったんですけど。で、あとは、まあブログアフリエイトですね。まあそそん、そんな感じだったと思いますけどね。うん。 でも今ね、ブログ、せっせっこう書いてますね。うーん。何なんでしょうね。そう、最近ね、僕の、あの、ドリアカのアドバンスコース入ってくれてる方で50、51、51、2歳の人かな。あの、100万売り上げが行きまして、5月にその商品売って、で、売り上げトータル100万超えたらしくて、まあ、メールいただいて、吉田さん、あの、まあ、その方、宮崎に住んでる方なんですけど、ちょっとあの、マンゴー送りたいんですけど、みたいな。 ありがとうございますみたいなね <laughs> メッセージいただきまして、うん、まあその方もね1年ぐらい1年前ですかね入ってまあああだこうだしてで行きましたねうんなんかね叶うと思うんですよねまあ僕もその商品こう売っててよあのすごく仕事のやりがいを感じるのが結局そのやってくれる人なんですよね 売り上げとしてはね、売れれば売れれば売り上げ上がるんで、まあ、売り上げだけ見たら別に売れればいいんですよ。だけど、仕事の意義,を意義、仕事の楽しさっていうのはどこにあるのかっていうと、実際にそのコンテンツをね、実際に勉強してもらって実際にやってね、こんな結果出ましたねんと、やっぱ稼げましたとかね、こう人生変わりましたっていう人が出てくると、あの仕事のやりがいがあるんですよ。で、僕は今仕事のやりがいがあるんですね。なぜならば、 まあ全員じゃないですけど、ちゃんとやってくれる人はこう結果出てこう報告もらえるんで、自分がやってることに意義が出るし、で特にまあ僕のお仕事、まあ本も出してますけど、情報商材、やで下,から下に見られる、世の中からすると、一般的には多分下に見られてるだろうし、一般的にはうさんくさい、詐欺師って思われてる傾向が高いんですね。で結構そのうー 数を持ってる YouTuber の人たちも情報商材屋って結構下に見てこう発信するのでか情報商材屋って多分なん,なんか暗い下なんじゃないかなっていう僕は勝手に思ってるんですけどうんだけどそ,のそんなお仕事でもね人生変えられるっていうねあのすごいなっていう思いますねうんだから真面目にやれば あの仕事も楽しくなるし何、うん、なん,なんですかね、うん、うまあ叶いますのね <laughs> 僕もねまあたまにやっぱふと思うんですけど不思議だなって思いますね、うん、こんな人生が本当にあるんだなっていうのがたまに思いますよねだからブログ書いててもそうですよさっき言いましたけど ブログいまだに書いてんだなみたいな今更かみたいな今更ブログかみたいな17年前の話今更やってるんでうんでもね今はもうそのブログを書く意味だったりとかなんかまあそのなんだもう全体像が分かってるのでなんだろうなまあほとんど初心者の人ってやって稼げんのかなっていう不安じゃないですかどうですか やって稼げるんですかみたいなこれ本当に大丈夫かなみたいな不安あると思うんですよ。で僕はもうさすがに17年やってる見てきてやってきてるのでまあこれやればこうなんかね見,見えてるんですよねもう。まあ何が見えてるかっていうとまあ例えばその今まで見えなかったことが見えるっていう例えば昔までの,あの見えてるところって例えばブログをやったら稼げるのかしか見えてないんですよ。 わかります昔のところはこれやってて稼げるのかなしか見えなかったんですよね。今っていうのはじゃあこれ書くことによっていろんな方向性があるんですよ。例えばセールスレターを書くときにも役に立つし、毎日ブログ文章を書くっていうことはこのスキルを、ね、こう維持できるし、まあ、あとメルマガとかあと、えー、と他にもその応用文章を書いてると書いてないじゃあ応用が全然違うので。だからそのなんだろうな。 そあとは、それを武器にもできるんですよ。書き続けているというのが、まあ、ビジネスにおいて信用を作るっていうのが非常に難しいんですよね。だけど、ブログを例えば、今僕2年半毎日更新してますけども、まあ、それだけでもそこに信用がつくと思うんですね。2年半毎日更新してるんだと。で、これが3年、4年、5年積めば、これ5年間この人毎日更新してるぞっていう、そこに信用つくじゃないですか。っていうメリットだったりとか、 まあ昔じゃ見えなかったそのいろんなその続けることのメリットだったりとかやれば稼げるっていうかまあいろんな使い方ができるっていうねそれをそれを武器にしてそれを信用に変えて稼ぐことができるっていうブログでか仮にその続けてねブログでその報酬が上がんなかったとしてもそれを使って何かお金に変えるっていうことができるんですよだからぶっちゃけこの億万長者合宿も意味ないんですけど意味を作ろうと思えばいくらでも作れるんですね いくらでも僕はセールスに使えるんだこのクマ長者しくは <laughs>。だから意味はないんだけど、自分で他に意味を見いだせるというか、いろんな側面で見れるんで、だから例えばこの久保さんとのやり取りすることで学びもあるし、発見もあるしね、久保さんの違う切り口、あ、久保さんそういう切り口で来るのかなとかね。で今回なんかその、レザレクションズシリーズなんか一文字じゃないですか。一文字でやり合うってなかなかファンキーですよね。<laughs> だこれ、一文字からでも動画ができるっていう、この練習訓練。まあ、あのだから修行じゃないですか、もはや。一文字、お題一文字でなんか話せみたいな話で。これできたら、もういくらでも喋れるじゃないですか。まあ別に喋れるんだけど、今もうね。だもう究極系かなっていう、一文字でいくらでも喋れるみたいなんで。だまあ、いろいろな意味を見出せること。意味がなくても意味を見出せる。いろんな側面で見れる。 うん、そういろんなマネタイズができるっていう話ですよね。だからできるってことですね。はいってらっしゃい。